今回は涼しげにススキを主に受けてみます。このススキはヤハズススキといって、こんな風に柄が入ります。鷹の羽のような柄でもあるので、鷹の羽ススキという別名もあります。よく島ススキと言われる場合もありますが、島ススキは縦縞が入るススキのことで、このタイプのススキのことではありません。すらりと生けて、こんな風に先がちょっと色が変わったり長すぎる場合は、ハサミの先をスッと入れてさーっと流すように入れると、綺麗じゃない部分とか、長すぎる場は長すぎる歯の整理を自然な感じにすることができます。秋のススキは穂が出ていますが、この時期の葉は、あのススキは葉の姿を楽しむので、穂はまだ出ておりませんが、葉の姿を楽しむ今の初夏から夏にかけてのススキの姿です。折れたり枯れたり、ちょっと色が変わったりする場合は先をこんな風にして、それで入れるとよいでしょう。で、次にヤリゲイトウを入れます。ヤリゲイトウは夏場は花付きがいいので、涼しげに見せるためにこんなふうな小さなお花を取り去って、まあ、キリッとした姿に使って生けています。棒立ちにならないように少し右下手で立てて、でもう一本は今入れたヤリゲイトウの手前に前傾させて入れます。こちらもつきすぎた花は適度に取り払って、キリッとした姿を作って用いましょう。夏場は涼しく見せることが大事なので、すっきりとした葉や花も整理していけると、涼感を呼ぶ姿になります。で、今入れたヤリゲイトウの手前に前傾させて刺します。ついにソリダコですが、水に浸かる余分な葉はすべて取り去り、水切りを右手の書き口にこんもりと入れて前傾させることによって剣山を隠すことができますので、このように刺して入れてください。で、最後にスプレーマムですが、水に浸かる余分な葉はこちらを取り、日本のヤリゲイトウの間ぐらいに少し右手、左手の水面を横切るようにぐっと前傾させて、左の掛け口に入れて、完成です。あまりにもちょっと混み合ってる場合は、アサリラコンもこんな風に重なってる場合は取って、で涼しげに見せて、葉も余分でしたら取って、そして完成です。